はい、皆様こんにちは、愛の戦士でございます。さあ、醜い獣ルドウィークの攻略の方を早速やっていきたいと思います。まずステータスはこんな感じ。レベルが68、体力が35、持久力23、筋力23、技術15、知質7、神秘15という感じで振っております。武器は今回ノコナタのプラス10を使っていきます。防具の方が騎士の一望、聖火装束で、腕と足が狩人装備ですね。完全に見た目重視でおしゃれしてきています。ルドウィーク結構強いんでね、苦戦してる人もいると思いますが、私のこの動画が少しでも参考になれば幸いでございます。まずはロックして初手をステップでやり過ごす。で、攻撃を叩き込んで離れる。で、様子を見る。で、左手攻撃はダメ、右手がチャンス。右が来たら2発目を見てから懐に潜り込む。3発目が来るんで、3発目は攻撃のチャンスですね。で、また距離を取る。で、左手攻撃はダメ、右が来たらチャンス。2発目を見て懐に潜り込んで攻撃を叩き込むって感じですね。右が来たら基本チャンスです。で、攻撃したら距離を取る。距離を取ることが重要。あ、で、ブレス攻撃はこんな感じで抜けると、攻撃ができます。で、様子を見て、で、距離を取る。距離を取るのが重要。距離を取って相手の動きを。あ、で、飛ばれたらダッシュ。飛ばれたらダッシュですね。で、これ走ってれば基本的に当たりません。で、右手攻撃が来たら2発目を見て、さっきのように懐に潜り込んで攻撃を叩き込む。で、ブレスは無理に攻めない。遠ければこういう風に右にステップとかで避けるのが安定ですね。で、このパクパク攻撃は引きつけてから横。ギリギリまで引きつけてから横捨てですね。で、距離を取ってもう一度ルドウィークの様子を確認しに行く。あ、で、これは、この口臭いタックルは、口臭いタックルは横にステップで避けられるんですけど、今はちょっとタイミングが間違ってましたね。ギリギリまで引きつけて横ステップですね、今のかわし方としては。様子を見る。で、パクパク攻撃はギリギリまで引きつけて横。で、ブレスは攻められそうなら、こんな感じでクロスの軌道を描きながら攻めていきます。食らってもリゲイン取りに行けるんだよね。で、飛ばれたらとりあえずダッシュ。ダッシュしてれば、まあ当たりません。で、攻撃入れられそうなら攻撃入れる。で、持って距離を取る。で、様子を見る。ブレスは無理に攻めない。遠ければ、こういう風にやり過ごせる。アップね。で、距離を取る。で、様子を見る。で、これはすぐ落ちてくる。あ、で、こういう風になんか口の方に臭い息が見えたらタックルしてくるんで、ギリギリまで引き寄せてから横を捨てですね。早すぎるとタックルが当たっちゃうんで注意です。あ、で、右手攻撃はチャンスですよ。右手攻撃はチャンス。あ、これもタックルですね。臭い息が見えたらタックルしてくるんで注意ですね。で、ムービーはスキップですね。で、強いのはここから第2形態ですね。ルドウィーク、ここで苦戦する人が結構いると思います。で、これは横ステップで抜けていく。意外と当たり変ってちっちゃいです、この攻撃。あー、これ結構リーチ長いんでね、ルドウィーク。で、焦らないことが重要。で、これは、一旦離れて回復チャンス。で、ルドウィークは時計回りで攻めていく。時計回りにステップしながら攻めていく。反時計回りだと結構攻撃に引っかかります。時計回りで攻めていくのがコツ。で、ダメージ食らっても、焦らないのがルドウィークは重要。これも時計回り。で、声、ルドウィークは声と同じタイミングに剣を振るので、声をヒントにステップするのも全然あれですね。ふーん、ふーんっていう声と同時に剣を振るので、その声に合わせてステップすると結構当たりません。位置調整も大切ですね。あー、これ当たっちゃいましたね。で、場所をちょっと立て直したいなって思ったら、一旦距離を取る。一旦距離を取ってからまた近づく。で、近づいたら、時計回りで攻めていく。時計回りでどんどん攻めていく。で、地名を取ったら前から R1 でごっそり削れます。で、また時計回りですね。とりあえず密着したら時計回り。あ、で、これ、この剣を上に掲げ出したら、とりあえず後ろいれば全く当たりません。前いると結構怖いんですけど、前いて結構食らっちゃうよっていう人いると思うんですけど、後ろいれば何も怖いことないです。むしろチャンスですね。で、ちょっと階段は戦いづらいので、こっちに一回ルドウィーク持ってきます。位置調整もかなり重要です、ルドウィーク戦。リーチ長いですね、やっぱり。
で、食らったらとりあえず離れる。離れれば後半ぐらいしか当たらないんで、これ後半来ますね。で、これ横。意外に端っこは当たり判定ないんで大丈夫です。で、これ交互に来ます。これは交互に来るんで、交互にステップ。で、これ前いれば食らわないです。このため攻撃前いれば食らわないです。で、この波動はちょっと離れて、体勢を立て直すチャンス。で、近づけそうなら、左へステップして、時計回りでどんどん攻めていく。基本的に時計回り。時計回りで攻めていく。で、輸血液は惜しまず、どんどん使う。で、致命が取れたら、最後にチャンス。こんな感じですね。はい。ルドウィック、動きをよく見れば、多分、そんなに苦戦するボスじゃないと思うので、ね、何十回もチャレンジして相手の動きを覚えて頑張ってください。以上、ルドウィークの攻略でした。ありがとうございました。バイバーイ。みんな頑張ってルドウィーク倒せよー。